アンネビルは、ヨーク朝のイングランド王リチャード3世の王妃である。父は、第16代をオリック博兼第6代、ソールズベリー博で、キングメーカーと呼ばれたリチャードネビル。母は、第13代をオリック博、リチャードドビーチャムの娘アンビーチャム。リチャード3世の兄でエドワード4世の弟である、クラレンス公、ジョージの妻、イザベル・ネビルは姉、ヨーク公。 リチャードの妻でエドワード四世兄弟の母、セシリー・ネビルは大場にあたる。1456年6月11日に、ウォリック博、リチャード・ネビルとアン・ビーチャム夫妻の末娘として、ウォリック城で生まれた。アンはその短い生涯を政治の駒として使われることになる。彼女は幼年時代の大部分をミドルハム城で過ごし、そこで姉イザベルと共によくこう、ヨーク港、 リチャードの維持たち、すなわち、マーチ博、エドワード、クラレンス公、ジョージ、グロスター公、リチャード兄弟と知り合う。父の重邸かつ母の、また重邸にあたる、この少年たちが、この姉妹の運命を、その後左右することになる。14歳の時、アンは父によって、国王ヘンリー6世の息子のエドワード王大子と、婚約させられた。 父はそれまでヨーク派としてエドワード四世の体幹などにも尽力してきたものの処遇に不満で、この時にはヘンリー六世の王妃マーガレット・オブ・アンジューと同盟してランカスター・ハガーに寝返っていた。だが、姉イザベルがエドワード四世の弟、クラレンス公と結婚していたことで、マーガレット王妃はこの寝返りの動機を自分と同盟して、王位をエドワード王太子に継承させるのではなく、 クラレンス公を担いで実機国王にしようとしているのではないかと疑い始めた。アントエドワードが公式に結婚式を挙げた記録はないが、おそらく1470年12月13日にフランスのアンボワーズ城で結婚していたか、正式に婚約していた。ヘンリー6世を福井させるため、マーガレットによってイングランドに派遣されていた父は1470年10月に、 エドワード4世の追放とヘンリー6世の福井に成功したが、半年後にエドワード4世の反撃に愛百4 7 1年4月14日のバーネットの戦いで敗れて殺された。アンは、新郎とシュートメと一緒にイングランドに帰国して初めて父が亡くなったことを知った。またさらに、5月4日のテュークスベリーの戦いにおける、エドワードの処刑で未亡人になった。アンが、 ロンドンで使用人として働いているところを、エドワード4世のマッテー・グロスター・コー・リチャードによって見出されたという逸話がある。それが本当かどうかはともかく、個人リチャードとしての少年時代からの彼女への思いと、政略的に彼女の財産と称号の相続を狙ったとされる、両方の目的があったというのがあり得そうな話である。アント・リチャードの結婚は、 1472年7月12日に、ウェストミンスター寺院で行われ、リチャードがイングランド北部の知事に任命されたということで、慣れ親しんだミドルハム城に新居を構えた。1473年頃、アン夫妻の唯一の子であるエドワード・オブ・ミドルハムがミドルハムで生まれたが、アンの健康状態は、決して思わしくなく、結核と見られる症状に苦しんでいた。 1483年4月9日にエドワード4世が死去し、息子エドワード5世が後を継いだ。1483年6月25日、エドワード5世とその弟ヨーク公、リチャード・オブ・シュルーズベリーには王位継承権がないと宣言された。そして、グロスター公がリチャード3世として即位した。アンは王妃となり、息子エドワードは プリンス・オブ・ウェールズに助せられた。しかし、エドワードは、シェリフ・ハットンで1484年4月9日に、急死したため、アンは自身と夫の老いである、ウォリック・ハク・エドワードを養子にし、リチャード3世もこの少年を相続人に指名した。これは、アンの願いを聞き届けたためとされる。リチャード3世がアンと離婚して、メイエリザベスと結婚することを計画したという噂は、 彼らの息子の死亡後に広まったが、リチャード三世がアンを毒殺したという噂とともに、その証拠は何も残っていない。アンは1485年3月16日に、おそらく結核のため、ウェストミンスター宮殿で死去し、ウェストミンスター寺院に埋葬された。ありがとうございます。